ですね。なんかずっと続いてる作品なので、なんかね、アニメーションも全部終わったっていうので、まだなんかこう続いてるような感覚でいるんですけれども、あの特に私はあのファンの方で女の子にすごく人気がある作品なので、すごく女性のファンの方がアニスちゃんの似顔絵を描いてファンレターで送ってきてくれたりとかして、すごく嬉しいんですよね。まあ、もちろん男性のファンの人も嬉しいですけど、はい。なのでですね、これからもぜひですね、何回でも、アニメを見てですね、それから私もアニスちゃんのコスプレをしたりして頑張っていきたいと思うので、あれ個人的に、はい。なのでこれからもですね、応援してください。そして何かの機会にまたアニスちゃんを演じることができたらいいなと思ってます。その時はぜひね、皆さんでまたアビスの世界に行きたいですね、という感じで本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます、はい。続きまして小安さん、お願いします。はい。本当にこうしてみんなと会うと、いや本当にいいメンバーなんだなっていうふうに本当に改めて思う次第でありまして、やっぱり各キャラクターがねすごく個性的でとても魅力あるキャラクターたちなんで、やっぱりこのままね、なんかこう過去のものとして終わらせるのはとってもなんかこうもったいないなっていうふうにすごく思うので、やっぱりこれはね、やっぱ新しい物語をいつか作ってもらってね、もう一度またみんなで会って、もう一度アビスやりたいなっていうふうに思いますので、ぜひともですね、今まで以上に応援をしていただければその願いもね叶うかもしれませんので、ぜひともですね、皆さん、これからも末永く、そしてもっともっと欲求を持ってアビスを応援していただけると嬉しく思います。はい、ありがとうございます。では皆さんお願いします。はい、今小安さんとてもいいこと言いました。私ももう改めて本当になんかこのみんなでいるこの雰囲気がすごい好きだし、なんかあ、やっぱいいなって思いました。で、私もこの作品本当に本当に大好きなので、皆さんもずっとずっともっともっと愛していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。松本さん、はい、はい、そうですね、やっぱりこうやって集まってみると、なんか終わったって感じが全然しないんで、ね、そうなんですよ。もうもろもろ CD だり だったり、アニメだったりゲームだったりっていうのは確かに終わってるんだけれども、そういう感じがしなくて、でまたこのメンバーが集まると、なんとなくもう、あ、アビスかなっていう、そういう世界観がなんとなくほわんと出来上がっちゃう感じがして、はい、結構別に完成度が高いとかっていう言い切るつもりはないですけど、でも何か出来上がったものがこのメンバーとか作品の中にあるんだなっていうのはすごく改めて今感じてますね。キャラクターと役者の立ち位置がすごい気持ちいい感じであるんですよね。そうですね、なんかね、そのなんかシンクロしすぎずしなさすぎずっていう感じで、そうですね、なんか落ち着いたところで、まあ、さっきのね、クヤス君の話じゃないけど、もう一回なんか本当に、戦いじゃなくてもいいから、なんか新たな話、事件起こるんじゃねえの？起こりますかね？起こるんじゃないかな。あのね、わかりました。プロデューサーか。何今の。いやいや、事件はね、起こります。何者決定だった。はい。なんかそうですね。はい。すべて了解っていう感じで。バトンタッチしたいかなと。はい。はい。じゃあゆうから、はい、はい、お願いします。はい、そうですね、みんなの肉声で聞いていただいているので、これがそんなリップサービスじゃないことは多分伝わると思うんですけど、うん、そうですね、みんなが応援してくれて、こういうことができて、でそのスタッフの方が頑張ってくれて、こういう機会が本編の後にまた持つことができて、こうやって一個ずつ奇跡をね積み重ねて、今までも来た作品だから、なんかこれからもなんかこう一個ずつがもしかして終わりかもっていう状態かもしれないけど、一個ずつ奇跡をまた積んでいけたらいいなと思うし、いけるかもしれない作品だなと思うし、行きたいなと個人的に思っている作品だし、それはそのスタッフもキャストも私もすごい大好きで、
キャスト個人としては、うん、このキャスト陣の中にいる自分がやっぱりすごく居心地もいいし、うんうんうん、だからといってなんかなんていうのだらけたらいけないとも思う気持ちも常にある。そうですね、妙にこう、うん、慣れすぎな感じはなくて、うん、仲いいんだけど、うん、なんかこうでも下手したらなんかダメだなっていうのは常にちゃんとある。 それは失わないでいられる、うん、とてもその仕事現場として、うん、それから友人としてそれから先輩たちとして居心地のいい現場なので、うん、なんかこの現場は個人的にもなんかこれからもあったらいいなって思うし、うん、でそれのためには私たちの気持ち、それから皆さんの応援してくれる気持ちがたくさんあって、うん、であのスタッフの方の気持ちを動かしてくれるんだと思うので、うん、今までもそうしてきたから、うん、これからもぜひそうしていきたいなと思うのでお力をお貸しください。今日も本当にありがとうございました、はい、ということで鈴木さん、はい、そうですね、あの本当にもう皆さんおっしゃったことが全てなんですけども、うん、あのもう本当に僕の中でも情熱と愛だけなんですよね、うん、でその時やっぱゲームが収録してた時に自分がその情熱と愛を全て叩き込んでやったつもりなんですよ。でアニメーションになるとは全く思っていなかったので、うん、ここでやりきったろと思ってやったその過去の自分に怒鳴られないようにアニメをやろうと思いました。過去の自分がお前何やってんだよと、そんなじゃなかったろうと、あぐらをかくなと、そうそう、そんな分かってる感じでやってんじゃないよっていう風に過去の自分に怒られないような感じでやんなきゃいけないな、もしくはもうキャストの皆さんもそうだしスタッフさんももちろんそうなんですけども、もちろんそのやっていただいたあのファンの方々もそうなんですけど、それを裏切らない感じのエネルギーをやっぱりこうやって出さなきゃいけないなっていう感じでアニメやったんですけども、うん、それがなんかこうファンレターとして帰ってくるときに、ゲームのファンレターって帰ってくるときに初めてそのゲームをやって泣きましたとか感動しましたっていうのがすごく嬉しかったんですね。でアニメーションでも同じようにそういうファンレターをいただいたときに、自分が思ってたこととかは間違いじゃなかったんだ、やったことは間違いじゃなかったんだと思えたので、この感じとしてまあアニメーションで終わりって感じになりましたけども、テイルズシリーズってずっと続くじゃないですか。いろんな形になってまた作品になったりするので、うん、アビスもぜひともそういう感じになったらいいなと思いますので、そうですね、うん、だからこれがまたその今までのアビスの、はい、いわゆるアビスのオリジナルの世界をもう一度なのか、うん、掘り下げるのか、うん、サイドからなのか、うん、それから新しい出発をもしかしてするのか、うん、それは分からないけど、うん、なんかみんなでなんか何この船っぽい感じの、ね、こうタルタルスっぽいものをなんかこう進んでいけたらいいなとか思っております、うん、はい、はいというわけでお送りしてまいりましたキャスト座談会、うん、皆さんお楽しみいただけたら幸いです。はい、というわけでまたどこかでお会いできますように。はい、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。